じっくり遊んで美味しいから。楽しかったぜ。もうすぐですよ。あと少しで旅館が見えますから。何を企んでるの？何のことです？旅館に行くならこっちとは反対でしょ。ああ、カンタベリー旅館のことでしょうか。向かっているのは他の旅館です。嘘、カンタベリーの地図なら全部覚えてる。そっちには森しかないわ。実は危ない。見つけたで。運が巡ってきたわ。よくも人の獲物に手を出したわね。なんじゃ、ビビっとんのか。ちびっこ逃げる。お肉食べられない。今度はしっかり縄で縛っておきな。
落ちる。気がつきましたか。あなたは。よく来ましたね。500年前の女王リリーです。カンタベリーは予言通りになっているのですね。予言？ええ、一度も外れたことがありません。予言では近い未来、未知の敵によって世界の危機となるでしょう。王国を襲ったのもその未知の敵なの？ええ、その危機に対抗するため先代の勇者たちが準備してきたのがその剣。骨董品にしか見えないこれが？騎士様がその剣に認められていないのです。どうすれば？チャンピオン、選ばれた特別な運命の強者たち、そのチャンピオンたちに認められればその剣も本来の姿を取り戻すでしょう。そうすれば予言された滅亡を免れることができるかも。カンタベリーの森の古い旅館を訪ねてください。新たな道はそこにあります。やっと役目を果たすことができました。けれど彼女は一体あなたの予言通りなのでしょうか。これが伝説の剣なのね。私にも持たせて。思ったより軽いわね。運よく伝説の剣も手に入ったし、なんとかなりそうな気がしない？あとはお姉ちゃんとエヴァが見つかれば。ええ、本当に運がいい。あなたは？お姫様は用済みです。ご退場ください。あら、騎士様の出番はまだですよ。今なら生かして返してあげます。嫌ですか？それなら私の手で始末してあげます。消えてください。よし、ほら、お土産だ。あら、思ったよりしぶとい。でもこれでおしまいです。私の騎士はいじめないで。最後まで面倒な。くたばれ。どうしてバリアが。こ、記録にはなかったのに。計画にあるはずでしたけど。あなた。私もやるときはやるんだから。あなたは大丈夫だった？よかった。